はい、これはちょっとどこで買ってきたんすか。業務スーパーです。業務スーばっかりやな。これ出すとけばみたいな。視聴者を舐めるなよ。キラーコンテンツ業務スーパーともう一つのキラーコンテンツ、ありがとうございます。今日は焼き鳥パーティーをしようかなっていう。つくねと皮とぼんじりとネギマ、前回はでかいやつありましたけど、これは普通のももだったんですけど、今回はネギマにして、いつもみたいに鉄板で焼くって感じですか。スタイルということで、ホットプレート畳直置きスタイルね。我らの麦馬じゃない。麦馬懐かしいな。これで売ってんだな、チーズで。これね、440円。安っ。何それ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 。うめえ。ぼんじりはやっぱ好きですよ。ちょっと一緒に、はい。おー、ずるだ。単語やんね。母親の料理でも焼き鳥丼がいきますよ。おー、あんま聞かへんけど。焼き鳥乗せて汁ぶっかけたらあげるやつ。ごぼうの覆面煮という手のくらいが来ましたね。前回の行数でめちゃくちゃハマっちゃって。それがそうか。ちょっと1本ずつお願いしていい。あ、これ全然切ってくんない。タレとしてはどっちにする。カレー好きやもんね。タレー、まあ、タレーですか。タレーですかね。あ、もう売ってなかったんで。いいや、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 これなんですよね。もう、あ、もう風焦げてるね。いい感じだ。おぉ、うまい、うまい、うまい。最高だね。うん、うん、うん。うまっ、これ超うまいっすわ。おー、いいね。お、いや、うまい。ヤマクラゲ、おい。うん、おお、これ、これなんだ。ビッグマックで生活してるんですか。あ、今日ビッグマック食ってきました。ありがたいです、1日2食食える。はい。焼き鳥丼にちょっとしちゃいます、俺。焼き鳥丼って言えんのか、これ。焼き鳥丼ちょっと。おー、うまいじゃん。うまい。うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。カメラが捉えるスピードを超えるなよ。山クラゲで。あ、懐かしいですよ、なんか焼き鳥丼。いや、お母さん焼き鳥丼をぼんじりで作ってないやろ。うまそうに食うな、二人とも。おいおい。もう体が言うこと聞かないですよね、重くて。最近胃袋がちょっと変な、食べ放題ちょっと行き過ぎたら変なんです。焼肉バイキング1000円でなんかサイドメニュー食い放題みたいな、それなんかキャパオーバーしてるのにずっとなんか5時間ぐらい食ってたの入っちゃった。あ、半生だ。まあじゃあもうちょい置いとくか。あ、うまっ。あ、あ、電気流れてるっつくね。おー、うまい、うまいっすよ。うん、うまいっすよ。うん、うまっ、うまっ、ほんとにうまっ。じゃあ1個ずつ。おい、ちょごめんね、ごめんね。白米くんは一見落ち着いてからの方がいいですよ。もっとうまっ。昭和一桁台みたいな食い方してんな。ほんとかっともいいっすよ、これ。店よりうまいじゃない。もう当然店より超えてる感じなんですよ。1280円、まあ1本20円ちょいぐらい。誰がこんなネギマックをね。うん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 、あ、ネギもいいね。今ネギネギしてたらいいっすよ、これ。なんて、うまっ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 。ドイちゃんに隠れて食うゲームじゃないねんって。きなこ棒みたいに食うな。ちょっとね、食べてなさそうなんで絶対。
なんでそんなに息切れてんのさっきから。一動作できついっすね。うわこれうまなんか甘、本当に甘うまいですね。ああ、うん、いいも食ってますね。うんカメラが捉えれない速度の山倉がやめろっつってね。まだ若干待ってるけど、もういい。先生。チャンネル登録お願いします。マジで。